ディスカバリーベイの場所北緯22度17分44秒、時計114度00分59秒、北緯22.29556度、統計114.01639度、22.29556、1四4 0 1 6 3 9ディスカバリーベイ大白湾とディスカバリーベイディスカバリーベイの地図ディスカバリーベイは、香港のランタオ島東側に造成された住宅地並びに、 レクリエーション施設、商業施設及びレストランなどからなる複合開発地域である。広さは約650ヘクタールで、大白湾と西路湾の2つの海岸を有する。現在約1万6000人が暮らしており、30を超える各国からの国外居住者が多くのコミュニティを形成している。キロメートル西には香港ディズニーランド一番近い香港島までの距離は、 約十二キロメートル、ハウスと呼ばれる庭付き、庭なしの一戸建てから、ローライズと呼ばれる最高5階建て程度の低層住宅、さらには最高24階建ての高層住宅に至るまでの様々な住居が十三基までが完成している。さらには四百メートルのプライベートビーチや多くの公園が整備されている。また主に居住者が加入するレジデンスクラブ及びクラブシエナ、 主にハウスボート居住者が加入するマリーナクラブ、主にゴルフコース会員及びゴルフコース周辺の居住者が加入するゴルフクラブの4つの会員制クラブが運営され、メンバーはそれぞれの施設を有償・無償で利用することができる。ただしまだ当初デベロッパーが提示していた30万平方メートルにも及ぶ公共レクリエーション施設がまだ完成されておらず、 住民の不満となっている。しかしながら過密都市香港の中においてオープンスペースを重視して開発された住環境は人口がまばらなランタオ島で東 U ニュータウンに次2番目に人気のある地区として認められている。また通常香港の開発地域では認められることのないペットが飼えることも人気の理由となっている。ディスカバリー・イベイは1976年に 香港工業の前オーナーのエディウォンが香港政府との契約に基づき包括的なレジャーリゾート施設を開発する構想であった。ウォンはディスカバリーベイを旅行者たちを迎えるホテルやコンドミニアム3つのゴルフコースからなる施設として開発する計画だった。しかし彼を襲った金融危機によりディスカバリーベイは彼の債権者でもあったロシア銀行の手に落ちた。 中国及び英国両政府はその広大な地域がロシア銀行の手に落ちたことを政治的観点からとても憂慮した。その頃世界的に有名な繊維グループであったチャイチ族がそれを後期と見て香港工業を買収した。1979年にすべてを完済し、水源及び生活インフラストラクチャーを整備する開発に着手。 ただ当初の計画とは大幅に違う、質の高い住環境及びコミュニティを提供する、居住地域とする計画とした。ただその変更は、当時の香港植民地政府が土地上都の際の計画から、開発実行委員会が正式に変更した計画に関する、2004年の政府検査委員会のレポートによると、ラントデパートメントは特に土地プレミアムに関する査定や支払いもなかったことから、 現在すでに進行している現開発を承認するために非常に厳しく徹底的な調査を実施した。他の香港の大規模プロジェクトと違い、ここでは道路、電気や水道を含めすべてが民間資本で整備された。それは政府が運営する消防署や警察署、公立学校までもが開発業者によって建築された。これらについて政府は2003年に バージョン 6.0A がリリースされた開発振興計画のマスタープランによる認可及びチェック期間の役を果たしている。このバージョンのプランは主に北部へ延伸計画が含まれている。香港工業により木に分けられて開発されていて、最終的には2万5 0 0 0人の入居を見込んでいる。以下の表は2011年4月現在のもので、英語表記のままとしている。 現在進行中及び計画中のプロジェクトプラザの海側からフェリー不当を望むディスカバリーベイの暮らしは主にバスターミナル、フェリー不当、屋根付き回廊が整備されたスーパーマーケット各種専門店、クリニックや多数いるペットを見るための獣医などがある DB プラザを中心としている。また DB プラザには DDEC と名付けられた飲食店街で多くの飲食店が 各国の料理を提供している。また、ディスカバリーベイの開発は、大白ワンビーチ、四つの火園生レクリエーションクラブ、自然の小川や岩のプール、ディスカバリーベイロード沿いの自転車道、人工芝のサッカー場、バスケットボールコート、多くの子供のためのプレイグラウンドが散在し、ランタオ等の他の地域とを結ぶハイキングコースなど、多くのアメニティが含まれている。しかしながら、 土地上都の際にもともと承認されているデベロッパーが果たすべきマスタープラン内の拡張計画にはまだほど遠い。コミュニティセンター、屋内レクリエーションセンターは2007年にようやく完成。これは北部の拡張プランが承認されてから7年もの月日を要した。しかし政府がオペレーターを任命した2009年まで引き継ぎが行われなかった。 ディスカバリーベイからはバスで15分から25分で東 U と結ばれている。東 U にはさらに多くのレストランやシネコン、そして3つのショッピングモールがあり、ディスカバリーベイの多くの住民がそれらも利用している。DB のクラブディスカバリーベイの住居は、かつて DBRC の設立再建とともに販売されていて、それはクラブ会員になる権利となっていた。ただし、 ガツ回避が別途必要なためメンバーになるかは選択が可能。DB レジデンスクラブの会員は今では自動的にクラブシエナの会員となる。DB マリーナクラブと DB ゴルフクラブの加入権はマーケットで取引されている。DB マリーナクラブはハウスボートで暮らす人々のためにバース及び地上の施設を提供している。マリーナはニムシュイワン内にあり。 そこは、貨物船や町渡しとして知られる、すぐそばのペンチャウ島やトラピスト修道院、約2キロメートル離れた無用とを結ぶ民営の、渡し船が使う三橋のすぐそばの DB の生端位置している。無用まで航路は、かつてはディスカバリーベイ運輸サービスによる、ハイスピードフェリーで運行されていた。また住民により運営されているクラブも多数存在し、参加することができる。 例えば、ランタオーボートクラブ、ディスカバリーベイパイレーツラグビークラブといったもの、さらには、様々な宗派や、教会の宗教礼拝施設も多数運営されている。ほとんどの香港の地形について言えることだが、ランタオ島は、水が湧き出る一帯の丘のように見える。ディスカバリーベイは、丘と海の間にあり、その開発区域からはどちらにも行くことができる。465メートルの丘には、 直接たどり着くことができ、ハイキングコースはランタオ内のすべての峰を結び、互いに行き来することができる。ランタオの丘からは気をつけないと簡単に緑に覆われた丘にドラマティックに落っこちてしまう。ディスカバリーベイには連なる岩でできたプールがあり、それは人工的に作られた排水システムにもつながっている。ディスカバリーベイ貯水池は住民に供給する水道の水源でもあるが、 この地域の地形のため、タウによる貯水量の急激な増加は危険度を高めるため、モンスーンシーズンの豪雨に対応するセメントによる放水路が整備されている。水を海に誘導するこれら膨大な水路は自然の岩肌を越えながら天然の雨水による自然のプールや滝を形成している。ディスカバリーベイには多くの動物が暮らしていて、その多くがペットが野生化したものである。 しかしながらランタオ島には、もともと多くの種別の生物がいたし、今も暮らしていて、それらは今でもディスカバリー米周辺でも見ることができる。それらのほとんどは小鳥、カモメ、トビのような鳥類であり、かつてはペリカンやカモアヒル類、サギなども見られた。鳥類は人口が増加していく状況にも対応でき、拡張によっても依然として止まり続けている。 チェクラップ国に新香港国際空港が建設されるまで野生の牛並びに水牛が牧草化された丘に繁殖していた。ますます勢いづく香港の開発によってイルカやクジラの生息地を狭めてしまっている。特に有名なのは皮膚がピンクに見えることからしばしばピンクドルフィンと呼ばれるシナウイロイルカについてである。中間3号フェリーフ頭と24時間サービスのフェリーが ディスカバリーベイ運輸サービスにより運行されている。また、北部のトンネルから来たランタを高速道路と並行している、一般道に接続している。外部と定期運行されている交通サービスには以下がある。フェリー2000年に北部のトンネルが開通するまでフェリーのみが唯一ディスカバリーベイに到達する手段であった。HKR の完全子会社である。 DBTPL によって運営されるフェリーは今でも主な交通手段の一つである。セントラルとを結ぶそのフェリーは大型のものが約500人乗りの総動線、小型のものが約300人乗りの単動線で、共にシンガポールのマリンテクニック製のジェットフォイルである。バス2000年に約 2.4km のトンネルが北部に開通し、来たらあんたを高速道路と、 並行している一般道に接続したことでディスカバリー米へ道路を通じてアクセスすることが可能になりランタオ等の他の地域や急流地区及び深海地区へのアクセスが容易になったトンネルが開通したことにまた2005年9月には香港ディズニーランド開業と同時に開業した MTR サニーベイ駅までのバスの運行も開始され 急流地区や深海地区へのアクセスがさらに便利になった。2015年6月現在、外界と結ぶ3本のバス路線は、HKR のもう一つの完全公会社である、ディスカバリーベイ運輸サービス社によって、以下の5路線が運行されている。子供料金が設定されているバスルートでは、18歳以下の学生、生徒に限り、その証明書を提示することにより子供料金で、 乗車することができる。VIP エアポートクリーティングサービス VIP ロジスティックサービス自家用車による空港送迎サービス。これは定期ではなく事前予約制で乗車日の1ヶ月前から予約が可能。片道280本コンドル、1台で4人まで乗車が可能。バス路線域内の交通も DBTSL によって24時間。 運行されており、ディスカバリー米内の様々な居住区域と、フェリーフ島や DB プラザ近くのバスターミナルとを結んでいる。料金は4.4本コンドル、子供老人同額。路線は以下のようになっている。蒸気以外に、バスターミナルとマリーナクラブを結ぶバスとおよび、ゴルフクラブビジョウ、ハムレットを結ぶバスも存在する。また朝の登校時は各地域から、 ディスカバリーベ国際学校行きのバスも運行される。また、2010年6月より、キャンティ・ DB コムセンターの無料シャトルバスが運行開始した。これは、DB ノースに開業したことによる。かつては、ショッパーズバスという循環線のバスルートが A、B、C、D の4路線存在していた。このバスは当初より、 ノンステップバスが採用されベビーカーを折りたたまずに乗車できたので小さい子供を連れた親が買い物の後そのまま帰る手段として重宝されていたただし香港の法律においてバスの車内ではベビーカーは折りたたまなくてはならないことが厳しく適用され廃止となったショッパーズバスは一般に設けられているバス停以外でも停車したのでスピードは遅かったのだが 使い勝手は良かった。ハイアーカーハイヤーカーサービスある地点からある地点へ移動する場合、その行き先が最初に乗車するバスの道中にない時はバスターミナルで乗り換えて向かうことになる。例えば学校やクラブや教会が自分の区域と結ぶバスのルート上にない場合はそのように乗り換えていくことになる。けれども住民はバスターミナルを経由せずある地点から ある地点に直接向かいたい場合は、ハイヤーカーと呼ばれる域内の乗り合いタクシーを利用することができる。料金は20本コンドル。子供老人同額。3歳以下で椅子を使わない場合は無料。電話で予約が可能だが、予約金10ドルがかかるようになった。使用されているのは、トヨタのハイエース版。また、口実するが、個人でゴルフカートを所有していれば、それを運転して、 目的地まで行くことは可能である。自家用車は、域内で事業をするのに必要であると許可されたデベロッパー自身の車、不動産ややスーパー、清掃業者用の車、また緊急用の車両を除き、所有は一切認められていない。そのため、自家用車を所有する人は、近隣都市に車庫を借りている。外部から荷物の運搬等の事情で域内に車を乗り入れる。 際には事前に申請しなくてはならず、またトンネル通行料として HK50 ドル250課金される。また、滞在時間に制限がある。ディスカバリーベイでは自家用車の代わりにゴルフカートの利用のみが認められている。しかし台数は、域内の交通部により500台に厳格に制限、管理されていて、昨今のニーズから今では、権利金込み1台の価格が、 もはや高級ラグジュアリーカーが買えるほどの120万香港ドルに上ってしまっている。しかもせっかくゴルフカートなのになぜかガソリンエンジンのものが採用されていて排気ガスを巻きながらエンジン音を立てて走り回るので環境が良く平穏なイメージが売り物でもあるディスカバリーベイのイメージと矛盾してしまっている。一般のタクシー乗り入れは DB ノースに開業したホテルへの足として 可能になった。ただし条項はホテル付近の DB ノースに限られているため、相変わらず域内の他の地域の人々には不便で、従来通りトンネル入り口までバスで移動し、そこから香港各地へ利用する人は多い。幼稚園からセカンダリースクールに至るまで、また公立から私立に至るまで様々な学校が運営されている。ディスカバリーベイにある 主な学校は次のようになっている。ディスカバリーベイにある主な幼稚園や保育園は次のようになっている。だが、ディスカバリーベイにある学校だけでは、そこに暮らす子供たちをすべて受け入れきれていない。多くの小学生や中学生はフェリーやバスに乗って、香港島や東 U、また青い青くにある学校へも通っている。さらにカトリック系の一貫教育校が、 開発計画に入っているが、2015年6月現在、まだ計画段階である。ディスカバリーベイはデベロッパーである、香港工業がオーナーである。管理業務は、香港工業参加のディスカバリーベイマネージメント社が行っている。ディスカバリーベイは、かつて独自の貯水池を持ち、住宅地を上がった、ゴルフコースそばの谷合いに、独自の浄水場を所有していた。 2000年にトンネルが開通したことで、香港のランタオ島や深海地区にある水源及び、中国本土の玉江デルタの水源の両方を水源とする政府水道局による水道とつながった。現在の行政サービスは、消防署、郵便局及び警察の出張所である。これらの施設はデベロッパーにより建設され、それぞれの行政主体によって運営されている。 2000年にトンネルが開通したことにより、香港政府は警察署や消防署、救急車車庫は必須ではないのでは、という提案をした。そして現在それらの運営主体は東 U に依頼している。また、コミュニティセンターを北部に建設し、2005年に政府に引き渡し、運営が開始されている。他の多くの開発地域同様、 ディスカバリー米もいくつかの論争点を共有している。ありがちな不満は、ディスカバリー米は他の香港と比較して高いと言われることである。それは、メンバー限定のレクリエーションやエンターテイメントのためのクラブでの料金の高い限られた買い物及びレストランなどである。さらには、若者や老人たち向けのアクティビティがほとんどないことが彼らの不満となっている。 計画にはまずスケート場が整備され、その後対極圏のエリアが整備されることになっている。しかしながらそれらのエリアがそのために整備されても、すぐそばに暮らす人との話し合いが終わっていない場合、なかなか使用開始できないことが予想される。交通交通に関しての不満は非常に頻繁である。香港の他の地域では、 多くの会社によってより良いサービスが競われているが、ディスカバリーベイでは、HKR 参加の DBTPL 及び DBTSL が事業を独占している。2008年フェリー値上げ論争2008年10月8日、ディスカバリーベイと香港島の中間を結ぶ唯一のフェリー会社である、HKR インターナショナル参加の DBTPL は、最大64%もの値上げを発議した。 そして住民から様々なケースを想定した16から64%の値上げの方式を提示してアンケート形式で意見を募った。それは現状の本数を維持するなら64%の値上げ、本数を減らすのならば最大16%の値上げにとどめるという内容だった。ただし住人は1週間で返答しなくてはならず高い料金を受け入れるか。 サービスの低下を受け入れるかを迫られた。当時片道は27本コンドル、50回の回数券だと1回につき23.2本コンドルであった。一番値上げ幅の低い選択肢は、現状平日113便が運行されているのを40便にまで減らすというものであった。これだと朝のピーク時でも70分に1本しか運行されないことになる。また、 深夜のフェリーはバス輸送に変更して廃止とし、サニーベイ駅か東有駅行きのバスもそれを代行する手段とするというものだった。フェリー会社からの住民への所管によると燃料費が2001年には2000万香港ドルだったものが2008年には8000万香港ドルと4倍に膨れ上がって赤字となることが予想され2001年からの 累積債務も1億2000万香港ドル以上になるということだった。ディスカバリーベイに暮らす地区評議員のエイミー・ヤング・ウィング・シュンはこの会社は適正な運営をされていないと表し、そしてこれらの計画は乗客連絡グループ会議において満場一致で否決されたと述べた。その後、HKR は石油価格が落ち着いたこともあり、 片道33.3%の値上げ及び1日の本数を113から82減便、深夜はバスサービスに切り替えるという新たな提案を提示した。だが最終的に運輸局に認められたのは片道31本コンドル。しかし深夜料金の設定が認められ日中の運行間隔は20分間隔から30分間隔となった。それでも 世間のインフレ率と比較して大幅な値上げ。スポーツグラウンドディスカバリーベイにはスポーツグラウンドが現在ない住民はスペースはいっぱいあるのだからスポーツグラウンドが必要と感じている。ディスカバリーベイにおいてスポーツはとてもポピュラーでいくつものスポーツチームも存在している。DB プラザで HKR に対して皆がスポーツグラウンドを欲しがっている。 胸の抗議活動をしたことがあるが、管理側はそれらの受け入れも手助けも拒否している。建設、改装現在進行中の開発地域、建設現場、多くの古い住居を改装時に発生する誇りや出すと、騒音の問題も現在に至るまで続くディスカバリーベイでの論争である。ビルは政府の規定により7年ごとに修理、改善しなくてはならないことになっている。 ディスカバリーベイは台風及び2004年に発生した乾燥気候や不注意などによる山火事以外の自然災害をほとんど受けていない。ディスカバリーベイは緑の街を標榜している。それは2002年に香港住宅委員会による環境住宅管理対象個人用住宅部門賞を受賞したことで決定づけられた。緑の街を作っていくために ディスカバリーベイマネージメント社は、従来のバラストを、省エネルギー、通路や街灯、ビルの玄関の照明などを再調査し、不要なものは取り外した。その結果ラビスタでは30%の電気代を節約することができた。省エネ活動とは別に、フリーマーケットや古本、古着、不要家庭用品の回収はリサイクリングを推進する手段として常に実施されている。 多くの環境保護団体がゴルフカートを現在のガソリン駆動のものから電動のものに交換するよう圧力をかけているが管理会社及びバスを欧州環境規格のバスに変更することが優先事項であるとする住人たちがそれに抵抗している関連企業コミュニティ情報交通ありがとうございます